お疲れ様です。よしおちゃんいらっしゃい。あ、こんにちは。今日いいお天気。最近暖かい天気が続いて、今日こっちから来とるやん。こっちも汚い、めっちゃゆうちゃんいらっしゃい。もう雪ないないよ。そう、今日はバッテリーの勉強をします。ブースターケーブルの勉強。1じゃないし63、残念。7だ。そう、画面録画ドライバーちゃんいらっしゃい。画面録画しときますから、いただいたコメント後で読みますので、個別のお返事ちょっとお休みさせてください。今日はちょっとチャレンジです。ぬーちゃん来たよ。けいちゃんいらっしゃい。そう、なんかこれの勉強しようと思います。ブースターケーブルの勉強。みんなはもう持ってないかもしれないけど、そう、ヒロミンまだ納車前。うん、FD 前期です。これちょっと長さが足りるかわからないんですよね。長さが足りるかわからない。ブースターケーブルでちょっと勉強します。そう、皆さんいいねで応援お願いします。私をおすすめに載せてください。まあまあ長いかもね。ほらね。そう、よし、やるか。じゃあなんかヒロさんフォローありがとう。今日夜またこのライブのログも YouTube 載せますから、チャンネル登録お願いします。で、コメントは後で読みますね。とりあえずブースターケーブルのお勉強をしようと思います。そうで、なんかもうみんなは持ってないと思うし、使い方を知らない人も多いと思いますけど、こういうのがありますよ。で、セブンと試しにタントをつないでみようと思います。バッテリー上がってないけどね。そう、勉強です。じゃあちょっとセブンのボンネット開けますから見ててください。みんなちょっと道路に出ても気をつけてね。そう、で、これで、ちょっと来たよ。外の配信初めて見た。本当？そう、ちょっと待ってね。よっしゃ。あれ？消えたか。そう、こんにちは。ほら、ありがとう。じゃあちょっと皆様と一緒に見ようと思います。ちょっと待ってね、カメラを変えますよ。切り替えで、セブンのね、なんかバッテリーはここにありますよ。で、セブンのバッテリーはここですわ。で、もう一台タントがありますわ。タントのバッテリーはね、ちょっと汚いけどここにありますよ。ね。で、タントのバッテリーが上がった設定でやってみようと思いますわ。つないでみますね。で、やったことない人もいるかもしれないですから、今時ね。ほら、ジャンプスターターがあります。私はアナログのブースターケーブルしか使ったことがないんですけど、ブースターケーブルのつなぎ方は順番がありますので、そうなあ、この距離ってさ、ブースターケーブル長さ足りるんかなって思った。え、こんなん無理じゃない？そう、上がってない車につないで流しても大丈夫みたい。一応エンジンはかけずに流さずに行きますけど、上がってないのにつなぐだけは大丈夫みたいです。整備士さんに確認取りました。で、やっても意味ないよって言われましたけど、お勉強ですからやってみようと思います。
さ、上がってなくてもいいけど、つなぐ順番がありますよ。あの担当が上がったと仮定してやりますね。そう、ちょっと足りないね。だってけんちゃんやっぱりちょっと短いかもねって思ったな。ちょ、車止め直すわ。若干無理やね。ちょ、やってみよっか。で、流す順、つなぐ順番が決まっとるんと、なんかね、まずはね、まずはバッテリーが上がってる方のプラスをつなぎますわ。俺もわからん。プラスが赤、マイナスが黒、プラスからつける。あのね、プラスからつけますけど、プラスからつけるのもつける順番が決まっていますよ。そう、あのプラスをプラスからつけます。で、プラスからつけるんですけど、バッテリーが上がった方のプラスから先につなぎますね。だからバッテリーが上がっているプラスが一番最初につけますがお約束です。そう、よいしょ、こういう感じでつけました。これでいいかな。プラスとプラス、そうで、バッテリーが上がってるプラスがスタートって覚えてくださいね。そうで、よっこらせ、けんちゃん届くかな。あ、取れた。届くかな。だわ、ほんと長さがやばみざわです。よいしょ。あ、ギリセーフかもね。よいしょ、見て、ありがとう、ギリセーフだったわ。長さが、さすがやな、ブースターケーブルって賢いよね。どうやってつける？こうか、つきました、届いた。そう、どこらせ。なんで今こういう状態になってます。こうですね、ね。で、バッテリーが上がってる車がプラスが先で、その後元気なプラスをつなぎます。で、プラスが先にします。で、その後は今度はマイナスつけますけど、マイナスをつけるときは今度はセブンのマイナスが先ですわ。あの担当は後ですっていう順番がありますよ。なんで次はセブンのマイナスに、マイナスの黒をつなぎますね。ナイさんはテリーマニックリップつけるとこ違うよ。あ、ほんなヤバミザはセブン。ユウスケさんどこかな。ここにつけたらいい。これでいい。これでいい。ユウスケさんセブン、セブンどこ。惜しい。あら、ここ、ここ突起のとこじゃね。ここなんかこんなでいダメなの。真ん中、こんなとこ引っかかるとこつけてたけど違う。つけてたで。どうしたらいい。これじゃダメ。この真ん中のぶっつんのとこは当たらんよ。そう、かげかろちゃん、これでダメなの？プラスセブン。ともみちゃん来たわ。ともみちゃんさ、プラスのセブンつける場所ここよ。ここでいい？オッケー、わかった。じゃあここにつけました、セブンね。それでいいよ。あすちゃんありがとう。じゃあ次は、これこれ、次はね、今度はセブンが先にマイナスがここってことですわ。エクセルちゃん久しぶりで、黒がマイナスってことで、セブンに先につける元気な方が好きですわ。こうですね、セブンについた、こうです。そうで、残して、よいしょ、どこさ、よいしょ。で、これが最後、このタントのマイナスにこれをつけたら2人ともの接続完了になります。こうですね。ああ。よいしょ、ついた。こうです。え？これでいいや。
それでいいよ。めぐちゃんありがとう。これで接続完了ですわ。ほいで、こういう風になって、担当がバッテリーが上がってるとして、ほいで、おぐりじゅん来たよね。おぐりじゅんバラありがとう。すごいな。で、こうなってから、セブンのエンジンをかけて、すぐ、置いとくと、このバッテリーが上がった担当が元気になりますわ。そう。っていう形になります。練習です。だから、エンジンはかけずにいますわ。エンジンかけても、いいよって言われましたけど、なんか、セブンの元気をね、担当になんかくれてやるみたいになるからね。ちょっと、やめとくわ。そう。なんか、セブンも最近運転しとらんから、バッテリーがちょっとね、元気いっぱいではないから、そういう感じです。で、これはみんな覚えとくといいですよ。ね。で、仮にエンジンをかけますね。そう。マイナスはボディに接続してね。あれ？ここじゃダメなの？そう。練習です。なんか、ブースターケーブルの使い方が知らない人が結構いるみたいなんで、やってみていますよ。え、これはここじゃダメなの？そこでもいいよ、カポン。うん、なんか、私何度かやったことありますけど、声で大丈夫でしたから、あんまり、応用編じゃなくて、素人にもわかる、一番わかりやすい方法で、お伝えしますね。そう。エンジンかけないとお互いの車のためになるよ、だって。あ、そうなんや。ボディにつけられるって言ってる。マイナスはボディアース、どういうこと？チーロちゃん、ヒロにいらっしゃい。タララーン、こういう感じで、セブンが担当に元気を与える感じになります。そう、よかったら参考にしてください。そう。バッテリーはもう分かりやすいように、プラスとプラス、マイナスとマイナスっていう風にします。ボディアースにつけるのはちょっと私よく知らないけど、そっちがいいのもいいかもしれないですけど、よかったらこんな感じですわ。で、ちょっともう話す。よいしょ。外しました。で、ボディにクリップするの、そうなんや。担当はいいな、こうしっかりなんか赤が締めれるようになってるね。そう、担当のなんかプラスのカバーは有料ですわ。で、取るものもあるでしょ、順番。あ、そうなんや。あ、取る順番。マイナスからね。うん、マイナスから私外さんかったかな。プラスから外したかな。外すときは逆の手順ですよ。わかった。もう一回やろう。なんかわからんけど、もう一回やろう。また一からやります。うん、これせ。じゃあ行きますね。もう一回やりますね。で、これせ、やり直します。赤からつなぐ。赤をつなぎました。それでこれをたどって赤をつなぎます。よいしょ。こうね、セブンね。で、次は黒はセブンからつなぎます。こうね。そうんで、よいしょ。これで、よっこらせ。よいしょ。黒をつなぎます。あ、つつつ、おっと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 っ、狭。はい、できました。ほいで、次は外します。で、外すときは黒から外します。逆さまね。私手袋履いてやればよかったかもね。
って思った。なんかタントが手が真っ黒になるよ、なんかちょっと触っただけでね。なんかセブンがやっぱり綺麗にしとかんしとるから私気にせずいたけど、普通の車はこうだねって思いました。そう、最後バッテリーつなげた時にバチってなってないかな。なってないです。さあ、めげないめげない。じゃあ逆に外していきますね。つけたのと逆に外す感じらしいので、マイナスから外します。んでマイナス外したら次はセブンのマイナスを外します。でマイナス外したら次はセブンの赤プラスを外します。で次はこれでセブンの赤を外したら、タントの赤を外します。本当はエンジンかけて充電するのがいいですけど、セブンが走らないですから、今日はエンジンかけないですね。かぶりますから。そうそうです。でプラスはカバーをしっかり閉じて片付けます、ね、よいしょ。よっしゃ、タント閉めました。でセブンエンジンかけないのは今日走らないですから、セブンは。だから今エンジンをかけると、エンジン音聞きたいんじゃって言うけど、千尋ちゃん、じゃあセブンかぶったのどうかしてくれますか。そう、ロータリーはね、好きな時にエンジンかけて走らずにまた切るみたいなのをするとものすごくプラグがかぶります。なんでごめんなさい、みんなエンジン音聞きたいのはすごくわかるんですけど、配信も大事ですけど車も大事なんですよね。なんでこういう車はエンジン音聞きたいごとにカッコつけてエンジンチャカチャカかけて、エンジンかけるだけでまた切って、かけるだけでまた切ってって、すぐ切らなきゃいいだけじゃねえじゃなくて、そうなんですけど、水温上がるまでずっとかけっぱなしにここで止めてしておくのも近所迷惑にもなりますから、聞きたい聞きたいをあまりだだこねるみたいなことを言わないでいただけますか。で、そう、ユティさんのロータリーは走るときがエンジンかけんがいい、私もそう思うんですよね。なのでセブンのことを大事に思うと、走るとき以外にエンジン音聞くためだけにエンジンをかけたりとか、走らないのにエンジンをちょこちょこかけて走らず切るはセブンの良くないので、あまりしないでいますのでご了承ください。そうで、こんな感じで、セブンのプラスのバッテリーの、プラスのね、バッテリーのこのケースは廃盤です。だからこれはもう手に入らないですわ。そう、マツダが生産終了してますわ。で、ちょっと取り付けがちょっと変わってるんです。セブンのここの取り付け位置が。なんで、これはね、トヨタのなんとかっていう車のやつを代用して、同じ形なんですよ、たまたま。なんで、そういう風に代用して新しいのをつけました。千尋ちゃん、普通に知らなかった、ロータリーはそうなの。だって他の車は知らないですけど、少なくともロータリーの私の車はもちろんそうですし、これはセブンに乗ってる人みんな知ってると思いますわ。千尋ちゃん、なんていうんだ、エンジンかけて切る、かけて切るだけをするのはものすごく良くないですね。かぶります。そうなんで私はしないですね。特に冬はもともとあんまり乗る機会が減りますから、乗ってないんですよね。なんでしませんね。そうそう、だから知っていただけると嬉しいです。だからロックさんとかめっちゃエンジンかけてくださってるけど、あれ相当優しいですよ、本当にね。とか整備をするときとかにかけたりはしますよ。でも私の今の配信みたいに別にむやみやたらにはしないですね。そう
そういう感じです。よっしゃ。で、よくしえげられたね。だって、よくしえげられたね。しえげられたねってなんだろうかな。そう。こんな感じですわ。ね。よし、切り替え。よいしょ。無事できた。ほいで。そう。ちょっと気になるのはね、エンジン、セブンもいいけどね、ファントもいいんやけどね、アルファードのバッテリーはちょっと見とこうかなと思うんですよね。そう。正直、ロータリーの良さを知らないやつが、なんとかすのはムカつくってなんだろう。私のことをムカついたんかな。ごめんなさいね。あのロータリーの良さは私は分かってないかもしれないですけど、ごめんなさい。あのムカつかれてもしょうがないです。私が好きで乗ってますから、ごめんなさい。あのご容赦ください。ちょっとアルファードの鍵取ってくる。私もさ、偉そうなこと言ってさ、アルファードのね、あのバッテリーをよく見たことがあんまないよね。あのノートラブルアルファードですから、トラブルが起きたことがあんまないので、そう、セブンとかみたいに困らないんですよね。そうなんで、せっかく楽しく配信してますから、もうムカついたりせずに見ませんか。うん、か汚い言葉のやり取りはやめませんかって思います。あの皆様が自己主張でいろんなことを私の配信でコメントしたいのはわかるけど、あの楽しみに来てくれてる人もいますから、あのなんていうかな、楽しく話しませんかって思っていますよ。そうアルファードって何発ですか。だって何発、何発ってなんだろうな。そう、楽しく話しましょう。そうです。よいしょ。ちょっとアルファードに行くべ。私さ、タントのな、ちょっと来て。みんなこれ知っとったの。タント舐めたらあかんなと思ったのがさ、タントのさ、切り替え。タントのな、これを開けてしまいましたね。タントのさ、ボンネット開けようと思ってこれ開けたんよ。これよく見て。給油口やったそう。んで、ほんでな、タントのさ、タントのボンネットどれってなって、どれ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 ってなって、どこ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 ってなって、ここここかここなのかネジやんってなって、どれってなったんよ。たこれやったん。こんなんとこにボンネットのレバーあるってみんな知っとるの。わからんかったわって勉強になりました。そう、めっちゃびっくり。ロックさん、でものりちゃんドリフトできる不思議本当やな。いや大してできないです。そう、全然できませんから、そう、大したことないですよ。そうこんなとこボンネットです、誰か教えてよって思いました。これせ、なんか複数台数所持者あるあるでね、いろいろ乗るとね、どれがどれだかわからないってなるんよ。味があっていいですね。だってタント古いん。あんなロックさん、このタントはね、そうなんで、あのこれなんか、ここがなんかね、なんかこういう風な感じで、このなんかアイラインとか入れてくださってる感じで、うちの妹様が、あのこれであの大型トレーラーに言わしたんですよ。すごいなうちの妹強いん気つけやみんな。でこれがアルファード。
アルファードのボンネットはね、わかりやすいけど、アルファードはね、こっちが給油でこっちがね、ボンネットなんですよ。そう。なんで、ちょっとほら、あるあるなんですけど、アルファードの給油しようと思って間違ってボンネット開けることがたまにあります。そう。ちょっとアルファードはね、私正直あまりね、ボンネットの中を、おこせ。ボンネットの中を開けることがないから、このお手手のどこがどこ溝かも知らんのよ。ほら見て、ほらほらわからんやん。ちょっとどこ、ロックどこ、あった、ここや。これはほんでちょっと待って、レバーどこ、あった、レバーどこ、あった。ちょいと、レバーはどうなっとんだ。あんちゃんね、どういうこと、どういうこと、どこ、これの下ろし方がわからん。また私頭で支えるの。あった、できた。こうや、ちょ、こうなったわ。ほんでこれをどこに支える、これでいいか。なんか葉っぱが落ちとるよね。これでいいか。枯葉見っけ、ほんとやな。そうで、アルファードの、これでいいか。なんか葉っぱが落ちとるよね。これでいいか。枯葉見っけ。ほんとやな。そう。で、アルファードを覗きます。なんか、車検が通したばっかですから。どこ？ここか。ここか。こうだ、ほんとやー、ほんとやー、ユティさんありがとう。ここや、知らないですよ、なんか全然ね。みんなわかるの？のりちゃんのアルファード4気筒ですよ。すごいな、なんでわかるの？すごいな、まさちゃんね、さすがやな。あ、でもなんかさ、ラジエーター水ちょっと少ないかもなって思いましたね。これ足すべきやな、ピンクラジエーター水ね。またトヨタに持っていきますわ。そう、なんかさ、この下になんか液漏れしとんの何やと思う？これ何水やと思う？そう、ピントが合わんかな。ほら見て、ここに、あ、指にピントが合ってしまう。これさ、なんか水が垂れとんの、ラジエーター水こぼれとんけ私。そう、どれどれって言ってる。ちょっとコメント、ちょっと待って、ピントが配管に合ってしまってさ、このさ、この下のこのキラキラしとる部分濡れてるんやな。なんか漏れとんかね。うーん、雨は降ってないから雨水ではないと思うけど、なんか水漏れしとる気がするな。本当だって言ってる。なあ、なんやろな、なんかお漏らししてたりするのかな、アルファード。なんかヤバミザはちょっとね、セブンはね、いつもちょこちょこ見てるから、どういうのが普通か知ってるんですけど、アルファードは知らんよね。あまりにもラジエーターが減ってたら漏れてる可能性ある。ああ、だろうね。これちょっと少なくない？ちょっと車屋さんに覗きに行くべきかな。ねえ、なんか少ないよな、ロー。いや、車検通した時に見てもらってるはずですから、まだ半年しか経ってないと思うんですよ。少ないな。じゃあトヨタに持っていくわ。そのホースの形状って言ってる、うん、ホースの形状、このさ、漏れてるさ、お水の色が知りたいな。この下までティッシュとかもしてみて、ピンクだったら正解かなって思わん？この水の色、ちょっと何色かして知りたいな。透明かピンクかってことでしょ。エアコンホースちゃうかな。あ、エアコンホースでお水が濡れるってことか。なるほどな。でもどっちにしてもなんかラジエーターのお水少ないな。そう、あ、マロちゃん久しぶりやん。めっちゃ久しぶりやん。1年ぶりぐらいちゃうか。めっちゃ久しぶり。おかえり。そう、匂いでわかるべ。え、どういうこと？ここのお水の匂いでわかるってこと？そうなんや、めっちゃ勉強になるな。私オイル交換したんかな、これ。
オイル交換した記憶がないな。アルファードね、オイル交換してないかな。甘めの匂いしたらクーラント甘い匂いするんや。へえ、ここ誰かクンクンしてもらえた。ここの先ね、緑かピンク、いやピンクですね、トヨタやからね。そう、あんなラジエーター水の色ってみんな知っとるの？私知らんかった、勉強したんよ。ラジエーター水はね、ピンクと赤はトヨタとダイハツなんよね。で古いのが赤なんと、で赤、新しいのはピンクなんと、で残りの全員はね水色か緑なんて、で古いのは緑なんて、で最近の新しいのはだいたい水色なんと。知ってた？これめっちゃ勉強やで。昔先輩に舐めて確認させられた。怖怖い先輩や。これでもちょっとローになっとるから、ローの下になりかけとるから、ゆいに行こうかな。そうしようかなね。そう、サブタンク真ん中ちょい上位だから少し少ないかな。いやローですわ、ローの下になってますね。これがフルで、これがローで、ローのちょい下なっとるから。そう、ちょっとこれを補充する前に車屋さんに見してから補充がいいかなと思いますね。勝手に補充したらこいつが漏れとるかもしれんから、結局漏れて漏れて漏れ水泡になるかなって思いました。そう、高校の時舐めて確認させられた。自動車がだったから。何味？なんかピンクはイチゴみたいな感じなんかな。そう、車の下は漏れてませんか、ワロちゃん。車の下は漏れてない。だから適化はしてないけど、アンダーカバーとかになんか収まっとるかもしれんよね。この分かる、ワロちゃん、ここにキラキラしとるのが濡れとるの。普通に甘いですよって、めっちゃいいやん。何キロ乗ってますか？アルファード何キロ乗っとるやろ。わからん、アルファード何キロかな。3万いってないかもね。青はブルーハワイ味。あ、マジか。舐めずに、なんかかき氷かもね。でもなんか変な感じ、なんかあんまりアルファードのボンネットは見ないですわ。そう、なんかでもウォッシャー液とかも足してもいいかもなって思ったな。あ、足さなくてもいいかもねって思った。あるわ多分ね、ウォッシャー液はなんか黄ばんでるわ。よいしょ、ウォッシャー液は大丈夫、腐ってそうですけど。そう、3万前後ならさすがにオイル交換、いやオイル交換の半年前にしたんです。なんかそろそろかなっていう感じです。そう、水漏れてないと思いますよ。だってそっか、だったらいいな。でも特になんか見てもわからん、アルファードはなんか見慣れてないからわからんけど汚いなって思いました。社長、社長さ、これ何だと思う？このキラキラ来て早々やけどさそう、社長これ何だもん、このキラキラ。なんかさ、ラジエーター水がね、ローの気持ち下見沢になっとん。社長見てほらね。そう、そしたらね、ここに水が溜まっとるのは何水やと思う？こいつは誰かな、舐めに行けって言うんやけど舐めに行かれん。何の水かなと思いました。この水、このホースは何のホースやって感じやろ。このホース何のホース、このホースから漏れとんかな、位置的に違うか。そう、チューブに跡あるやんけ。え、どういうこと、チューブに跡、え、どこ、エアコンのホース、これ、これエアコンホースなんや。あ、いや、エアコンのホースから何か漏れてるのですか？チューブに跡？位置的にエアコンのホースについた水が溜まったんだと思いますよ。わかった、佐藤さんの言うこと聞いとこ。わかった、ありがとう。ほな大丈夫やな、多分ね。なんか葉っぱが詰まってるわ。なんかアルファードのボンネット開けてないのがバレるよね。こんな汚いと思わんかったですよね。いや、虫がおる、虫がおる、ここに虫がおる。ほらこれ虫やん、やばい、絶対触れんわ。
温度が低いから結露するんですよね。そうなんや。今日一笑いました。虫がここに、ほら。うわ、無理。ちょっと待って、おててでちょっと一瞬触ったよね。かっちゃん、虫触ったわ。手吐きそう。ほんまに無理だわ。はぁ、ちょっとマジ無理だわ。ちょっと私、葉っぱを取るつもりがさ、まさかの、でもかっちゃん絶対笑ってる。くそ、ここの虫触った。もう毛吐きそう。あー、やばいやばいやばい。その汁何って言わないで。もう本当に嫌だわ。本当に嫌だわ。もう、だから今日実はね、さ、私、車のね、掃除機かけましたよ。あー、毛吐きそう。それもかっちゃん笑ってる。くそ。本当に。反映しないかな。今した、社長、何？昔、蜂蜜、トイで緑色の蜂蜜取ったことあって、原因調べたら近所の車屋さんの廃棄したラジエーター水最悪。あ、甘かったからか。甘かったんだ。そういうことか。ああ、やばい。ピンセットで取ったら、それな。もう無理だわ。ちょっともうこんなん虫寄るって分かってるのにさ。手袋なんて無理やん、キラドンちゃん。だってお手手が触るでしょ。無理だわ。てっちゃん、虫がおったアルファードに。これ見て、虫が2個おるじゃん。ここでなんかちょっと命耐えてらっしゃる。やば、水沢、ちょっと待ってな。よいしょ。やばい。うん、やだ。ガムテープ割り箸につけてぽいわ。ほんとやな。いや、これ無理だわ。これ私見なかったことにしますわ。もう無理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 。いや、マジで無理よ。ゴキって言ってる。やめて。割り箸で取ってそのままぽい。うん、無理やわ。やばいやばい。もうやめよう。忘れろ。無理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 。みんなは触りたくなかったら掃除機で吸ってください。無理だわ。もうそれてっちゃん。うちのあれやんか。お母ちゃんのあれやん。もう必殺。お母ちゃんの。ムカデやん。これでもここに刺すっていうことを教えてもらってめっちゃ勉強になりました。見なかったことにします。閉じるわ。臭いものには蓋するんよ。そう、これね、車屋さんに持ってこの相談するついでに、ついでにここに虫がいるんですよねっていう、ちょっと相談するわ。そうしよう。もう車屋さんに頼むよね。無理だ。無理なことは無理しない。無理なことをするからな、車が嫌いになるんだよ。無理なことはしない。無理無理。車好きけど虫嫌いなんよ。じゃあこういう感じ。必殺ダイソン。くそ、社長。そう。よっしゃ、ほんなこれで、これを、これさ、やりにくいな。なんかセブンの方がいいなって思いました。セブンしか勝たんやで。ここにはめて、閉めるんやな。あ、ちょっと待って。またわからん。よっしゃ、閉まった。はぁ、アルファードお疲れ。虫取り代として5000円です。いや、高いわ。高いな。そう。もう無理やわ。虫といるんで取ってくださいって言うの恥ずかしい。全然恥ずかしくないよ。1ミリも恥ずかしくないわ。痛くも痒くもないよ。すいません、虫いるんですけど。で、マジで相談します。いくらになりますか？見積もり取ってください。そう。って感じですわ。ね。でも、ちょっとアルファードはね、あ、この際やけど、私、アルファードのさ、ちょっと愚痴こぼしてもいい？めっちゃ 高級車の愚痴、グレード低め様の愚痴こぼしてもいい？そう、あのな、アルファードのボタンの位置が最悪です。これさ、全部のグレードそうなんて思うけどさ、このボタンの位置はダメだで。そう、皆さん、今日ボンネットを止める棒探し、あからボンネットダンパーつけろってコメント来るかも。何回も開けないからつけませんって言っとこ。ああ、全然いいよ。なんて言われても大丈夫やで、猫ちゃん。ありがとう。なんかさ、これはな、アルファードあるあるやと思うんですけどね。運転席のね、この位置にね、こういうボタンがついてるんですけどね。アルファードのドリンクホルダーにシャッターみたいなついてるんだ。そうですね。これは結構上品ですよ。こうですわ。そう。で、こうですね。なんか汚いけどね。そうなんやけどさ、これがね、すごい困ります。これがな、パワースライドのドアのオフなんですよ。で、押したらね、オフになるんです。で、
押してなかったらオンなんですよっていうおかげでね、これがいつもねオンにしときたいためにはこれが出とかないといけない状態なんですよね。そしたらさ、こうなんかね膝とかがね知らない間にこの出っ張りにねすっごい柔らかいボタンなんでねツンって当たったりするん、こうちょっとのことで。そしたら膝で押したりするのって、そうなん。そしたらさ、これをね膝がちょっと当たるじゃん。そしたらさ、これがね開かないの、ほらほらね、ほらこれがさ相当不便です。だからね、なんで開かない、なんで開かないって、これのせいなんよ。でこれがオンになっとくとね、これがね開くんです。ほらこれちょっとな、トヨタ頑張ってって思いました。そう、のりさん、何、アルファードとセブンどっちの方が維持費高いですか？え、セブンです。全然セブンですね。どっちもカスタムせずにどっちも維持だけでも、セブンの方がやっぱり部品が壊れたり古かったり交換が伴いますから、アルファードはもうだって買ったまま何にも何にも困らないですもん。何にもカスタムしてないし、こっちはレギュラーでセブンはハイオクですし、燃費もこっちは13ぐらいあるんちゃいますか。セブンは78ですよ。だから走るにしてもこっちが安いですね。そう、むちゃ安いだよ本当にね。そう、もう一つ上に移設したらどうですか。そうなん、本当はここにして、ここがいいな。もう使わんもんこんなボタン。もうオールウェイズオンオフオンでいいのにさ、このボタンがここにね出っ張ってるおかげでね、ほら見て、みんなわかる、これ、これはねオートのボタンな。これは自動的にハイビームとロービームをなんていうの切り替えるボタンなんです。で私はなんかオートにしてるの、いつもだいたいね。で、あの人がいないときは自動でアルファードがハイビームにしてくれますわね。でこのボタンのオンオフ見て、ほらわかる、押すとくぼむのよ。で押さないと平坦なんです。わかる、こっちがアホやの。こっちはね押すと平坦になるので、押さないと出っ張るの。だからな、こうやってな膝に干渉するんです、こいつだけが。だからな、困るよね。もうアルファードに電話するわ、トヨタじゃ、トヨタの電話番号電話するわ。ボタンの移設なんて5分で終わるでやって。そうなん、違うね、ボタンの移設じゃなくてもいいけど、こいつ出っ張るシステムなんでこうしたのって思う。これはほらこうなのにさ、なんでこれこうしたんって思う。スイッチのなんか形式が違うよな。そう、上の段に変えたいな。あー、川口さん来てくれる、アルファード燃費いいね。だってそうよ、そう。カカピ JP さん、はじめまして、初見です。自分もアルファード乗ってますが、スライドドアのボタンいらないですね。いらない。ほんでな、ちょっとアルファードのあるある口言っていい？怒られるけど、あのさ、あのな、私前セレナに乗ってたから余計に思うかもしれないんですけどね、乗るわ。あのな、アルファードのスライドボタンの操作はこの膝の位置にあるくせにや、アルファードのねスライドドアの開け閉めの ボタンの位置がね見当たらない。わかる、どこどこって。アルファード自動でさ、車内からスライドドアが開け閉めできるじゃないですか。それのボタンの位置がね全然見当たらないんです。ほらね、怖、全然見当たらない。ほんでさ、え、どこどこどこってなるの。たらさ、スライドボタンのねオープンとかクローズのボタンが本気で見当たらんから、マジでどこだってなって、もうなんかすごいありとあらゆる探すよね、こういうところ。どこどこって思ったらさ、ここなー、こんなとこ考える、普通こんなとこ、こんな頭の上でスライドドアのオンオフする、普通って。本当にトヨタの人を敵に回すよねって思った。なんか松田 B 機ですかって言われたら怒られる。エスティマも同じですよ。そうなんや、じゃあ私がトヨタの車を知らんからこうなっとんやな。なんか前セレナはね、エスティマも同じなんや。コックピット意識した、ありがとう。セブンの方がコックピットだわって、ごめん、またマウント取るわ、ごめんな。もう運転席右でいいやん。いや、なんかほんとそう、なんかさ、こんなとこにしてくれてありがとう。もうめっちゃ探すよな。
本当に。バックドアのスイッチも同じ位置だね。だってそうなんや社長、これなんや、ここにあるんやな、どうせな。私グレード低水沢でないのよ。でこれもね、このなんかさ、トヨタならではのね、この緊急ボタンのね、こいつを押したらね、トヨタのね通信があってね、何か車のトラブルありましたかのボタンがここにね、なんか非常緊急ボタンがありますけど、これ私は押しますわ。だけど何もなりません。なぜかというと、私の純正ナビはやめまして、私はアルパインのナビをつけましたんで、トヨタのなんか通信システムはやめました。そう、天井にある方が安全ですよ。うちの Nボックス、エンジンスタートボタンの下にあるけど、たまに膝で押しちゃう。あ、そこもそうやな。なんかね、なんかセレナはね、この辺にあったんですよ。だからなんかすごくね、操作しやすかったんですよね。10系からずっとそこ、ほとんどの車が天井。あ、そうなんですね。ナビゲーターのバックドアも同じ位置。あ、そうなんですね。私が知らんだけか。ちょ、まさちゃん、のりちゃん、そのボタン押して、虫が取れません。本当やな。まさちゃん、大変です。トヨタの皆さん、早く来てください。ボンネット開けたら、虫が2匹お亡くなりになってて、取り出せません。助けて。もう本当やな。それだわ。そう。うちの家はベルファイアです。あ、そうなんですね。そう。待って、同じアルファード、私グレードめちゃ低いですよ。20系ですか。だって30の後期ですわ。そうで、なんかバルパインのビッグ X にしました。これいいよ、めっちゃ。あとここにアロマがついてるんです。ちょっと誇ってるけどね、アロマ機能がついてて、アロマが出ますね、ここからね、まさかの。でこれは閉めとけるんです。で閉めたら別にアロマが出ないから開けてるんですけど、ここからアロマの香りが出るシステムですわ。あの、私車の芳香剤が苦手なんですよ。だからね、あの、なんていうかな、アロマの香りは気に入っていますね。そう、アロマって言ってる。ビアンテは右膝のとこだったよ。だってそうなんや。このさ、このこれはちょっと本当にこっちのボタンにしてほしかったよ。押したらくぼむで、解除したら平坦。このボタンになぜこれはしなかったのかがすごくわからんですね。トヨタに電話しよう。すごいわからん、めっちゃわからん。いろいろ違うのが気になる。あ、私グレードが低いからだと思いますよ、ものすごくね。あと純正ナビにしてないですから、なんか具合が違うのかなって思いました。そう、大きいアルファード8人乗り、ゆっくり眠れる安定な。もうほぼ一人で走ってますけど、いいと思いますわ。なんかいろんなボタンもありますけどね。ね、移設してもらうまで、ついでにラジエーター見てもらうのと虫取ってもらう。移設か、そうだな。これがちょっとほら、私の短い足でも時々当たるんですよ、こいつがね。ここにしてもらいたいな。そう、はじめまして、ラブ見ました。私も女ですが、スポーツカーに惚れて、シルビアノリです。セブンかっこよくて、いつも見ちゃいます。あー、素敵やー。はじめまして、ユーザーさん。あのシルビア、私セブンの前シルビアだったんですよね。そう、仲良くしてください、ありがとう。ファミリーカーだから、手元にスライドボタンあると間違えて押したり、子供が押したりして壁にビタ付けで駐車してる時に不意に開いたら、スライドドア傷ついちゃうし、天井はいいな。あ、なるほどな。そのための天井なんですかね。なるほどなーって思いました。そう、サヌキうどんちゃんいらっしゃい。なるほどな、なんかいろいろ理由があるんだね。そう、よし、じゃあ降りよう。どこらせ、エンジンかけてほしいです。だってどうな、エンジンかけても何もならんよ、こんな車。こんな車って言ったら怒られるんですけど、かけるわな。そう、エンジンかけるときはね、あのね、なんていうの、ちょっとピントが合わんな、ピントが合わんぞ。なんかブレーキを踏まないとスタートボタンが押せません。これはセブンはかかりますわ。なんかピントが合わんね。こんな感じです。そう、ライブ初です、はじめまして。ほいで、なんか多分何キロ走行走っとるかは分かるよね。おど、3万3000だわ。まああんまり走ってないな。
33,000円でした。そうで、これね、これが、レーダークルーズのボタンになりますわ。でレーダークルーズのオンオフはこれでできます。そうで、これを押すとオンオフができます。これね、じゃ全然なんかピントが、ほら、オンにすると、あの、自動車専用道路で使用くださいってなりますわ。ホコリちゃん見け、めっちゃホコってますわ。今日ちょっと掃除機かけたんですけどね、逆にホコりましたね。でなんかレディって、レーダーレディっていう表示がつくと、あの、ここの部分のレーダーの賢み沢の人がなんかお目目で見て白線を探してくれますよ。で白線を探してくれて、あの、スピードを設定しますわ。走行してないからできませんけどね。でなんかスピードのコントロールをこれで行って、あの、高速でしか使えない機能なんよね、基本。そうですね、そう。ただなんか渋滞の時むちゃくちゃ便利ですね、レーダークルーズは。ブレーキ踏まずにスタートボタン長押しでエンジンかかる。あ、そうなんですね。私はできないな。そう、今日の動画に出てきたアルファードですか。そうです、南條さんいらっしゃい。でなんか渋滞で使うのめっちゃ便利ですね、レーダークルーズは。あの、前の車に追従してブレーキとアクセルワークをしてくれるので、もうノロノロトロトロで前が止まったらゼロにするみたいな、なんかノロ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 走るときは、あの、レーダークルーズしとくと、なんて、前に追突しないですし、絶対ね。で、すっごいトロトロの、あの、やつでも、あの、完全停止してくれますから、勝手に車が、あの、ブレーキをして。なんで、結構いいですよ。オートクルーズはハンドルについてる方が楽だな、だって。あ、ハンドルについてない時が、これがハンドルについてないってことか。ハンドルの下にあるから楽じゃないってことか、所長。そう。トンガラちゃんいらっしゃい。そう、俺のタンドラも同じのついてるけど使い方よく分からなくてあんま使ってないで。たけしちゃん使ったらめっちゃ便利やで。そう、めっちゃ便利ですわ。レーダークルーズ使用中のカーブの時感知しなくなりません？いや、そんなことは別にないですね。私結構この 33,000km のうちの多分ね、2万 km 以上多分高速走ってるんですよ、この車はね。だけどほとんど王道、あの、そのレーダークルーズで走ってるんですけど、カーブの時感知しなくなるというよりは、なんて言うんだろうな、白線が薄いと察知しなくなる時はありますね。白線ね。そう。ハンドル握りながら親指で操作できるから。なるほど、私は中指で操作してますね、いつもこういう感じで。でこうやってスピードをコントロールしていますよ。そう、あ、でもタンドラはレーダークルーズじゃなくてオートクルーズだけ。あ、そっかそっか。ではレーダークルーズむっちゃ便利ですわ。オートクルーズはスピードを設定したらそのスピードで走ってくれるじゃないですか。レーダークルーズは、あの、白線に応じてハンドルも切ってくれるし、あの、前の車が現れたら前の車に合わせて同じ車間距離でずっとキープで走ってくれますし、前が停止したらブレーキ0キロまで踏んでくれますわ。だから完全にここに親指ちょんって乗せとくだけで運転ができるんです。あの、足はもう本当にブレーキもアクセルも全く踏まない状態で、ここに親指ちょんって乗せとくだけで勝手に、あの、ハンドルも切ってくれるんですよ。で、なんかこれが、なんか、まだ、純自動運転みたいな感じなんです、私のはね。だから、あの、親指を乗せとかないと、こう完全なキムタクみたいに手放し運転はまだダメで、あの、しばらく手放しをもししてしまうと、警告がここに出ます。追っててちゃんと持ってください、ハンドルっていう風に、警告が出るから、追っててをチョンしますわ。眠くなっちゃうけどね、だって。そうですね、でもやっぱり私はお仕事で出先でものすごく疲れて後に、はい、なんか運転するので、あの、なんか助手席に誰もいずに運転するより誰かいてくれるのが楽なのと一緒で、私はこのレーダークルーズが半分ぐらい運転してくれるから私すごく楽です。おかげでなんか
900キロとか1000キロっていう距離をガーンと行けたりするんですよね。結構楽、むっちゃ楽です。レーダークルーズでなんか困ったことは一度もないですね。そう、レーダークルーズで怖いと感じたのは段差が抜せた、段差が抜った場合センサーが反応しないことよね。高速にそんな段差ってありますか、赤澤さん。私はなかなか日本中走りましたけどないな。そう、知識なしさんだって。はい、私あんま知識ないですよ、ごめんなさい。そう、手放し運転、ちょ待てよキムタクでな、いやでも親指ちょもしとかないとダメです。なんかここら辺にセンサーがついているみたいで、なんかここの親指ちょんってしとくだけで OK ですわ。なんか勝手にもう怖いぐらいね、勝手にハンドルが動きますね。あの誰っていうぐらい勝手に動きますわ、怖いですよ。だけど白線の真ん中を綺麗に走っていきますね。右と左の白線のこの余白が全く等しいですわ、本当にすごい。あの全然ブレないし、綺麗に白線の真ん中を走り続けますね。あのほら、私たちちょっとなんかキープレフトみたいにしたい時あるじゃないですか。例えば対向の高速の道路とかで、なんて言うんだろう、こっちにポールが立ってる時ってありませんか。なんか対向で、対面の高速道路で向こうは反対車線で追い越し車線がない時って、ここにポールが、赤いポールがずっと立てたりする時あるじゃないですか。そしたらなんとなくね、気持ち左側走りたい時ってない？それがレーダークルーズだとね、なんかその赤いポールもあるんだけど、結局道のど真ん中行こうとするからね、なんかポールちょっと近見沢に感じてしまうんです。そう、チョンしか入ってこない、ごめんなそう、だからなんて言うんだろうな、私はすごく便、なんかありがたいけど、ちょっともうちょっとなんかポール近って思いながら走りますわ。それなって言ってる。そう、でもなんかやっぱり基本賢い、ものすごく賢いですわ、この車のなんか AI さんがね。だからなんかアルファードがとんでもない大事故を起こすってあんまりないですって言われたのはなるほどなって思いました。中央分離帯の代わりのラバーポールのことって言ってる。そうですね、なんかその赤いポールを目印にレーダーが察知してないんですよ。赤いポールじゃなくて、基本その白線と白線の真ん中を行こうとするから、赤いポールの存在はこの人にとっては関係ないんですよね。で行ってくれるから、怖いの、違う、なんかポール近いな、右側ポール近いんだよなと思う、もうちょっと左行きたいなって思うんです。左は路側帯がありますから。だけどその白線の真ん中を行こうとするから、レーダークルーズなんですか、それ動画にしようかな、また動画にしますわ。レーダークルーズっていうのは設定した速度と前の車の速度との兼ね合いで合わせてブレーキもアクセルもハンドルもしてくれる機能ですわ。なんで親指ここにちょんって乗せとくだけで、基本的に自動、完全自動運転ですね、アルファードはね。この機能が欲しくて、私はあのハイエースと迷ったけど、これを仕事の車に選びました。なりくんこんにちは、ヨーパパさんもいらっしゃい。じゃあ今日はここで終わります。あのねアルファードはこんな風にエンジンかけてもまた乗るからいいけど、セブンはなかなか乗らないし、かぶると嫌だから、あの、のりちゃんやっほー、ドリフトちゃんいらっしゃい、越せ、またかけてもまたすぐ乗るからエンジンかけました、ありがとう。そう、便利ですね、アルファードいいね。だってそうですね、お父さんやってた、タコちゃんいいな。そう、今日はいろんな車をやりましたけど、セブンもちょっと開けっぱなしだな、ごめんね。今日はセブンの車内もね、あの掃除機をかけたんです。だからこの間海に行った砂がついてたのも綺麗になりました、ありがとうそう、切り替え、よいしょよいしょよいしょ、 OK それでは綺麗に乗ってるね、とんでもない、ちょっとアルファード汚いなと思いました、私個人的に。あの中がね、アルファード汚いと思いましたね。ペイちゃんお疲れ様、ありがとう。さあ、ドアに重曹を置きつけてるんだ、たけしちゃんね。セブンはね、ドアの重曹機はね、ここにしか使わないんですよ、そういう仕様な。
そうなんで今日は、ブースターケーブルの勉強をしました。つける順番と外す順番が学びました。ありがとうございます。そう、またよかったら動画も応援してください。よろしくお願いします。今日の夜は10時半から配信しますのでフォローでつながっていてください。こちらの配信のログは YouTube にノーカットで、お届けしますので YouTube のチャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。そう、カバオチありがとう。なんで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またよかったら配信見てください。よろしくお願いします。ありがとう。また夜の配信は皆様のコメント一行一行読んでお返事しますので夜話しましょう。よかったらよろしくお願いします。ありがとうございます。せーの、終わりのじゃんけん、じゃんけん、チョキー。終わります。ありがとう。終わる。ありがとう。